はい、こんにちは、えー。私の手持ち的に、このマスターバーバリアン、めっちゃきついです。えー、方変ワーフは普段からよく使っています。えー、シルベリアで、なんとかミニオンの壁を稼ぎたいです。えー、グレーテルはまあまあまあとして、他二人がね、いまいち、えー、いい手持ちを持っていない。 はい、来ます。アイテム、ジャブジャブ使っていきます。ただ、方変ワープとグレーテル、こう、マナに影響するスキルを持ってるってのはいいなーと。でーは、まず、砂時計使ってしまって、えー、紫ダイヤ作りましょうか。えー、ミニオンの壁が欲しい。 えー、この形で紫ダイヤを使うか使いましょうかはい3までたまったんで、えー、使いましてえー、なんとか一回ミニオンの壁を呼びたい穴を開けたい竜巻使いましょうか えー、ワールドエネルギーもかなり、あの、20も使ってるんで。えー、一番傷ついてんのは左端。では、左端にダメージを与えることを考えて、グレーテル使い。足また、ちゃわちゃわ、グレーテル。グレーテルあれや。まあ、いっか。えー、方変ワープ使い。 穴が開いて、とりあえず、一旦ここ行きましょうか。えー、さらに傷を負いたくない、えー、砂時計使ってしまいます。こんな序盤の雑魚に使います。で、えー、なんとか穴を広げて、えー、シルベリアのマナーを貯めたい。<coughs> なんとかシルベリアのマナをためたいえーシルベリアを使いえー緑から打ちでマナためてとりあえずここ行きましょうか とりあえず、倒してしまいましょうか。はい、えー、シルベリアで、えー、ミニオンの壁を増やし。えー、それでは。今回は砂時計はケチ、えー、って、えー、ここ行きましょうか。 これでミニオンの壁が一人いった <coughs>。真ん中のこいつを倒したい。え、それでは、えー、真ん中のこいつを倒して、左の、これには通常攻撃を一回受ける。 これからは受けたくないって考えてこうしましょうか。なんとかあと1ターンで方変ワーフを使うかもったいないここ行きましょうか。 ええー、なんとか次の通常攻撃を受けたくない。グレーテルがダメージを負っている、えー。シルベリア使って。えー、緑から打ちで、えー、マナを貯めたい。えー、ここ行きましょうか。えー、アメトリン3まで貯まった。 黄色ダイヤは作っておく。あと2ターンで倒せるか。1ターン。2ターン。出血ダメージ。あ、なんか。緑から打ちでマナ貯めたい。 竜やダイヤを作っておきたい。いまいち。ここ行きましょうか。はい、ボス戦です。では、とりあえず、アメトリン使って、ロク使って、では、どうしようか。 どうしようか。ジキーナにグレーテル当てて、で、持って、えー、ジキーナに、えー、マナ貯めさせて、えー、ジキーナにマナーを貯めさせて、えー、ジキーナだけを狙ってパズルを進めて、 えー、次はジキーナに方変ワープを当てて。で、持って、えー、ジキーナに玉、えー、を当てて。グレーテルがもう半分。 ガージャマールを受ける、の通常攻撃を受けると、グレーテルは倒れる。ってことを踏まえて、えー、一遍トルネードを使って、えー、ロク使って、アメトリン温存して、 えー、シルベリアを使ってマナーを貯めて <coughs>、あ、シルベリアを使ってミニオンの壁を読んで、念のため、えー、回復薬使いましょうか <coughs>。こまめに使えることを考えて、えー、弱を積みました。 では、では、黄色ダイヤを行くとこではない。えー、ジキーナに。あと3ターン。よし、ここ行きましょうか。かなりマナが溜まってきたガージャマールに対して、グレーテルを使い、黄色ダイヤはまだ早い。 ここ行きましょうかそれではここ行きましょうか。 それではガージャマールの通常攻撃があるアメトリンも傷ついている砂とかいっぺんここ行きましょうか はい、それ、おおアメトリンがギリ生き残ってくれてる、ありがとう。で、持ってジキーナに方変ワーフを使い、苦しい。えー、次は通常攻撃は受けない。えー、ジキーナにマナを試めさせる。 とりあえず、2でアメトリン使う。えー、6も使う。ガージャマールにグレーテル使う。黄色ダイヤの暴発も期待して。竜巻使う。 シルベディアでミニオンの壁を呼ぶアメトリンがピンチなんでやはり回復薬は使うあこれで通常攻撃受け 受けても耐えるだろうとではではでは赤竜を使いましょうかえー、6は温存するグレーテルもホーヘンワーフも温存する 黄色ダイヤは温存する、えー、ここ行きましょうかまあいいや、えー、今は通常攻撃を受ける6を回復しておくこんだけあったら通常攻撃耐えるだろう では、ここ行きましょうか。それでは、さらに、ジキーナに方変ワーフを使い、カタルにグレーテル使い、 アメトリンは温存して、ロクは使い。で、持って、やはり、カタルに弾を当てることも考えたいけれど、ここ行きましょうか。慎重に慎重に。 え、それ、では、方変ワーフに、真ん中めて、ガージャマールに、方変ワーフを使い、この状況で紫ダイヤを作って、6がピンチ。3でアメ取りに使って、 回復しとくか回復薬があと1個置いとくか置いといてもしゃーない気もするけど使うか、えー、回復薬が切れたえー、それって では紫ダイヤいっちゃいましょうかおりゃ一人ぐらい倒したいそろそろ、えー、シルベリアで、えー、ミニオンの壁を張って砲片ワーフにマナーを貯めることも考えて ここ行きましょうか。そろそろジキーナを倒したい。そろそろジキーナを倒したい。よしよし、一歩。えー、それ、では。 空打ちはできない、えー、グレーテルを、マナー溜めて、えー、ガージャマールに、えー、グレーテル使ってあ、今のは砂時計でもよかったかな。ここ行きましょうか。 までたまったアメトリンガンつーきーは抜いてなかったつもりだけどきついなあ方変ワーフにマナー貯めて <coughs>、えー、カタルに方変ワーフ使い でもって、えー、これ行きましょうか。6使って、でもってガージャマールにちょっとだけマナを貯めさせて、 グレーテル使って、ガージャマールを倒したいガージャマールを倒したいよし。では、えー、カタルに、えー、わざとマナーを貯めさせて、 えー、カタルにわざとマナーを貯めさせて、えー、えシルベリアでミニオンの壁を呼ぶ、砂ダメージを与える、砲片ワーフもいるんで、もうグレーテル使ってしまって、えー、えカタルの通常攻撃、ミニオンの壁で塞い、 防げる。よし。えー、さらにさらに、えー、カタルにマナを貯めさせて。えー、マナを貯めさせて。 勝ちか。きつかったアイテム、ジャブジャブ使ったよ。これで普段から作っておくべきアイテムってのも見えてきますよね。えー、バーバリアンのマスターエンブレム、ゲットだぜ。大将、やるじゃないか。 手も足も出なかった。あんたは真のバーバリアンだ。はい、えー、マスターバーバリアンの試練、えー、クリアできました。はい、ありがとうございました。